総数また量数は数の文法範疇を持つ陰謀語やその他の言語において二つのものを数える場合にとる形である。自然界には人間の目や耳など体を成すものが多く存在することから、まずこれらのものを表すために特別な形が設けられ、その後体をなさない二つのものにも使われるようになったと考えられる。サンスクリット語や古代ギリシア語のような古い 陰謀語においては、総数の形があったが、新しい陰謀語には残っていない。一方、エスキモー語やアラビア語では現代でも使われている。陰謀語では、一般に、名詞は、性、数、角の三つの属性を持ち、数と角によって、形を変える。その時数について、言語によっては、名詞が一つのものを表す、単数形、名詞が二つのものを表す、総数形、 単数、総数以上のものを表す複数型という3つのパターンがある。また総数形のない言語もある。インドアーリア語派、イラン語派、ギリシア語派、スラブ語派などに総数型がある。偶然の一致とするには総数型を持つ言語が多い。ため、インオーソ語には名詞に総数型が存在し、ある言語では総数型が残り、ある言語では消えたと解釈されている。 古典ギリシア語においては、総数の文法範疇が存在しており、アッティカ方言では比較的よく保たれていたが、イオニア方言では早い段階から衰退していた。コイネイ時代以降総数型は失われ、現代ギリシア語には総数型はない。ラテン語をはじめイタリック語派では総数型はその名残を持つ一部の語を除けば、古くから失われており、単数型と、 複数型しかない。ゲルマン語派では古くは部分的に総数型が存在した。コート語では一点に認証代名詞に総数型があり、動詞にも総数型が存在した。西ゲルマン語と北ゲルマン語では認証代名詞に総数型が残るのみで、動詞には総数型はなくなっていた。時代が下るとそれも失われ、現代語では基本的に総数型を持たない。 リトアニア語においては、標準語では背後に近い状態であるが総数型がある。古代教会スラブ語には総数の文法範疇が存在した。そのため、スラブソ語にも総数型が存在したと断定されている。その後時代が下るうちに、多くの地方で総数型が失われ、現代語ではスロベニア語とソルブ語のみ総数型を持つ。ロシア語、耳、 目の不規則な複数主角は、総数の名残である。ウラル語族の中には、サーミ語、およびサモエード語派の言語では、認証代名詞、所有節字動詞の活用に、総数型があり、ウラルソ語にも、同様の総数型があったと見られている。フスハーと呼ばれる古典アラビア語あるいは、現代標準アラビア語には、総数がありよく使われるが、 アンミーアと呼ばれる交互アラビア語においては、使用頻度は非常に少なく、体を成す身体部分や時間、基本的な親族の名称にのみ使われる。フスハーにおいては、二つの異なるものを、その一方の総数型を用いて指す場合がある。バーレーンという国名はこの総数型に由来する。ありがとうございます。